馬娘のパカライブに備えるネット競馬さんに対するみんなの反応。なんでやろなぁ。くさ。何が始まるんです？パカライブやるから用意しとけよってことです。偶然に備えています。それだけ人気の馬娘ちゃんなんですかねぇ。現時点で想定できないのがいきなり来ますから、ネット競馬も大変ですね。前のアニバの時とかアクセス多すぎて繋がりにくくなってましたからね。ネット競馬担当者も夜中監視しなくちゃいけないとか困りますよね。一体誰がそんな迷惑なことをしているんでしょうか。スティルはどの世代？ジェンティルより前なんだよね。ラモーヌ以来の三冠牝馬で2003年世代。ユニロブロイボリクリデンか、すぐ混同するんよな。これにプラスアドブルか。まさか農業シナリオにかけて、キャロット勢がやってくるとかねえだろうな。農業やってそうな馬娘だろ？光る今井とか？実装されてる中で層が薄い世代が来てほしい。最近流行りのここの年代まとめてセット登場で、一気に熱くなったりするよね。せっかくアイビスサマーダッシュが取り上げられてる今こそ、白山ムーン来てほしい。ロードカナロアと白山ムーンとか、ブエナビスタとレッドディザイアとか。俺は自分で調べずに流れてくる情報だけを食べてるんだけど、スティルってそんなにすごい馬だったのか。まずさぁ、1年間、G1 参照してるんだけど、その時点でもうすごくすごい。その3戦全部でアドマイアグルーヴの2番人気なのに、ぶち切ってんのすごくすごくすごい。エリジョでそのアドマイアグルーヴが鼻差で勝つの、すごくすごくすごくドラマチック。なおその後は馬が変わったかのように惨敗を繰り返した。この後の三幸秀明騎手がスティルインラブを含めて中央 G1 8勝、地方 G1 16勝したことを考えると、三幸秀明を三冠ジョッキーにして、栄光の道筋を築くために生まれてきた馬と言っても過言ではない。取れた G1 は牝馬クラシック三冠でもこの後に残した日本競馬への影響は凄まじいと思う。ラモーヌに続く2頭目の三冠牝馬だからな。秋華賞になってからは初。なんだけど、アドマイアグルーヴの方が人気だったり、小馬になってから勝てなかったり、競馬人気に陰りが見え始めた頃の馬だったので、いまいち注目されなかったり、ボリクリやロブロイと同じ。三冠牝馬なのに影が薄い感じはある。影の薄い最大の要因は、産駒が1頭しかいないことだろう。せめて生まれた子が牝馬だったら、マックスビューティみたいにそこから広げれたのに、と言われてるよな。無敗の三冠手前に怪我で涙を飲んだトレーナーに三冠をプレゼントした高校娘。ガチャ予告日なんかも同じように備えてるんかな。新キャラ発表と発表済みの新実装じゃ勢いが違うだろう。偶然です。偶然という名の必然に備えてるのですね。ブエナビスタ、CV ミナセイノリ。オルフェと同じでさすがに中の人と見た目は一新するでしょ。そもそもあれがオルフェだと公式から明言されたことない定期。マスクの馬娘さんはあれはあれで好きなんだがなぁ。ウシュバくんに有用されたりしない？ウシュバくんならダートレース最高峰走るから、砂かぶり対策でマスクしてます割にかなってて、さらに直線入ったら本気モードになってマスク外す。こういう演出でギラギラお目目で最前線に突っ込んでくるとかかっこよくない？しかし04と06相変わらずスカスカだな。どっちも濃いメンツ揃ってるんだが。04は金亀以外は出せるんじゃないかな。06は名称サムソンが出しやすいと思う。TM プリキュアはおそらく大人の事情で難しいと思う。しかし、04はその金亀こそ出してほしい。流れ玉で残業することになるシステム担当かわいそう。そもそもネット競馬とパカライブに何の関係があるってんだ。わかりませんが皆さんこちらのネット競馬をご覧になりますねー。さいげ、うちが先にネット競馬を買収できていたのなら、ギリー。ああ親会社ミクシーだったんか。思いっきり競合じゃん。もっと素直にやればいいのにと思っていたけれど、そういうことか。アイビスであえてカルストンライトじゃなくて、白山ムーンあげるのはなかなか。アドマイアグルーヴ、ヘブンリーロマンス、
ダンスインザムードあたりが来ると良いな。特に警戒もしてなかったであろうシーザリオの時とか、結構ヤバかったりしたんだろうか。多分一番ヤバかったのは3周年、2人ほど予想はついてただろうけど、その後があまりにもあまりにも。宝塚の結果確認とかでアクセス数増えるんやろ。スイーピーの隣にドバーッと来てもええんやで。ネット競馬の X 担当がどの馬が来るか一番真剣に考えてそう。ロードプザトップ直後の発表時と同時にトプロ紹介してから1分後必死ミラクルに差し替えたの好き。リークではなく超反応で対応していただけという。3周年時は本当にあらゆる可能性を用意しとったんやろな。新馬娘はなんとエフフォーリアー、サバオチ。24日のみんなの競走馬ランキングに何か起こる気がするな。クラウドだったら勝手にサーバー増設されると思っているあなた、急激に増えすぎるとサバ増加が追いつかないので、事前に少し増やしておくテクニックがあるんですね。アドマイアグルーブだけじゃなく、大隅遥かまで実装したら歓喜の愛。わざわざ予告するほどの情報を得ている？新キャラ発表という情報はそれだけで警戒対象なんだ。アニバの時はサバ落ちしてますし、その時ほどじゃないにしろ、アクセス数爆増するのは目に見えてるんだから、そりゃ対策はしますよ。宝塚記念の翌日の夜でみんな反省会するのかな。吉岡という声優さん調べたが、ひっこくおとなしめなキャラ多く演じているみたいね。メロディーレーン実装か？プラメンテのアキナさんとか、以前の役柄とは違う配役もあるからわからんよ。偶然実装馬の競争成績のスクショを X に上げるのは、不可軽減策だったんだって今気づいた。ロードプザトップ直後のガチャ予想に裏切られてトプロをミラコに差し替えてるあたり、多分繋がってない。担当が関連情報をくまなくチェックし残業してる。サムソンビッグとか真夜中だし、事前情報があったら前回の新キャラ大量発表でサバ落ちしてないよ。原作データベースだぞ。猿情報筋によると、馬娘とネット競馬は癒着しているらしいぞ。金亀とか黒船とかクラスじゃないとそこまで。黒船っぽい感じはする。映画にいたし。角田親子の映画鑑賞企画やった時点でもう偶然じゃないんだよな。その前から偶然じゃないって？それは知らん。もう開き直って見聞録あたりで新キャラ予想しちゃえよ。重たくなるレベルに新規発表したアニバもだけど、ジャパンカップの時期にサムソンビッグがデュア1位になったのが印象に残ってるわ。日本総大賞サムソンビッグ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。